どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、明治大学の就活生にお集まりいただきました。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回は、明治大学就活生の座談会ということで、この動画を見ている就活生の皆さんに、明治大学の就活生こんな感じなんだよっていうところのリアルをお伝えできたらなと思ってます。ということで、じゃあ皆さん、自己紹介お願いします。明治大学法学法律学科3年の縄田修一です。大学では体育会ゴルフ部に所属しています。ゴルフ部？はい、体育会なんで、ゴルフと就活を両立していけるように頑張っていきます。明治大学小学部3年の田中智弘と言います。就活は4月ぐらいから始めたんですけど、やっぱり手探りであんまり自分のやりたいことみたいなのがわからない中で始めて、今はちょっと迷い中というか、お休み中みたいな感じです。お休み中なんだでお休み中なの、はい、明治大学法学部法律学科3年富田みなみと申します。本日はよろしくお願いいたします。まずはじめに、明治大学のあるあるをちょっと簡単に聞きたいなと思ってるんですけど、はい、なんか明治大学イメージだとすごいおしゃれで、しっかりした人がいっぱいいるイメージがあるんですけど、実際どうですか？しっかりはしてない。明治なので早慶ほどじゃないけど、マーチの中では意識が高い人だったり、動き出しが早い人は一定数いるかなっていう印象です。まあ、賛否両論あると思うんですけど、マーチの中で一番が明治だって思ってる人が多いんですね。感じるよね。うん、いや、明治が一番誇り持って本当にいいと思う。なんか旗から見たら別にあんま分かんない。まあ、明治が一番なんだ。いや、だと思います。え、どういう学歴、学力的に見たの？普通に過去問を見たレベル感を見てもまあ早慶ほどじゃないけど、マーチの中ではなんか一番うっていうところもありつつ、解き応えがある感じでした。でもなんかインターンシップとかで青学生の人とかがいると、なんか私なんかおしゃれだからみたいな感じで遠回し言われてる感じがする。あ、そうなんだでも実際青学の方がさ、おしゃれじゃない？実際どうなんだろう。まあ、青学と立教がおしゃれです。マーチの中だったらやっぱ圧倒的1位。学部にもよるんですよ。学部にもよる。でも田中君いいね。学歴長みたいになってますけどね。学部によってすごい、だったら中央大学の法学部とかだったら全然明治より上回ってるとか。そうね、そうね。ですけど、まあ、全体的に見たら結構レベルは高い方なのかなって思います。なんかインターンとかで他の大学の人と会った時に、あ、明治大学で良かったなと思うところとか、逆になんかここうちの大学の特徴だなとか思った。あ、なんか就活のイベントに参加した際に、やっぱりこうどこのイベントに行っても明治大学がやっぱり一番多いよってこう言ってくださるので、意識が高い人が多いのかなっていう印象があります。なるほどね。はい。あと学生に向けて就活手帳が配られるんですよ。マジ？あ、そう。金沢大学ないですね。ないですよ。多分他のマーチに比べてもそういうの少ないかなとは思って。え、明治大学のなんかマーチの多さ。もう手帳配ったりとかしてますし、あと OB の多さっていうのもすごいありますね。学生数が多いので、3万人でやっぱマーチの中でも一番多いですし。あ、そうなんだ。何してる？すごい。立教とか立教1万人とかなんですよ。マーチで言うとみんな同じぐらいいるんですけど、明治って学生数すごい多いんで、社会に出てる人もそれだけ多い。どうですか、ね、あ、本当にごめんなさい。明治の人だからこそ、明大生限定のイベントとかも会社ごとにあったりだとかして、すごく会社に進行とか進みやすいなと思いました。そうだね。明大生限定もありますし、マーチ限定もありますし、なんかいろんな形で囲い込まれてるのかなって思いますね。になったなとか、他の大学の方が良かったなと思った時とかってないですか？インターンシップの選考とかでグループディスカッションがあったんですけど、明らかに学歴で選んでる感のグループディスカッションがありまして、うん、あ、どういうこと？その人事の人がってこと？違います。あの、学生でグループディスカッションやるんですけど、一、うん、人が多分ファシリやるとしてめちゃくちゃ頭いい人で、明治だから意見言えないだろみたいな感じでめっちゃスルーされます。マジ？でもそれは本当に優秀な人じゃないね。指揮法見てると総合商社ってみんな気になるじゃないですか。気になる。どこ行ってんだろう、うん、で、マーチと早慶の人たちのグラフ見てみると、うん、やっぱり早慶だけ圧倒的に多いんですよ。で、毎年30人ぐらいいるんですよ、はいはい、総合商社行く人は、うん、でもマーチとかだと毎年 2,3 人とかいるんですよ、うんうんうん、やっぱりそこが総合商社に行きやすいか行きづらいかっていうところの差なんだなって思って、そこで明治だと足りなかったんだなみたいなところは感じたりします。みんなは今どういう就活をしてるのかっていうのをちょっと聞きたいなと思ってます。
私は6月に始めて、うん、ワンデイから3デイズぐらいのインターンシップに70社ぐらい応募してる。すごいね。すごいじゃん。ワンデイと3デイズでさ、70社全部通ったらもう無理じゃない。もちろん全部したんですけど。あ、知性じゃん。いや全然です。でもいや全然じゃない。ね、いやとんでもないと思いますよ。ね、今ちょっと就活を狭めて、業界狭めて今受けようかなって感じです。え、どういう業界に狭めていけるの？今は金融企業とか不動産系とかみたいな。へ、うん、結構固めなところ行くんですね。ガチガチなところ行きます。それは何でなんですか？本音で話してしまうと社会人としてかっこよさそう。本音だな。本音なんだよな。田中君はどうですか？お休み中です。で、うん、ペースとしてはなんか4月5月ぐらいからいろいろ調べ出して、うん、でインターンに 2,30 社ぐらい出して、うん、3,4 社ぐらいのワンデーとかスリーデーみたいなのに参加して、うん、本当に名前聞いたことある企業とか全然業界も決めずにランダムに出たので、うん、で受けてインターン参加してみて、あ、これは違ったなとか、あ、これも本当に行きたいかっていうと違うなっていうのがどんどん消えていって、でその中でいいなと思った企業があったんですけど、そこが早期選考入って11月ぐらいで落とされちゃって、すごい、うん、あーってなって、うん、お休み中っていう感じです。でも、ね、確かに落とされたらめっちゃ来るよね。来ますね。インターンに参加できたっていうところの喜びがあると思うので、うん、なおさら、うん、やっぱそこから、あ、自分だけ特別なんだみたいな感じで行かれて来られるってなると結構大きいですね。どうですか？就活始めたのは9月ぐらいですね、うんうん、で早いけどね。それまで全くその就活について全然知らなくて、今は学知だったり自己 PR だったりSPI とかその就活するにあたって必要なもの結構ありますけど、一つ一つ全く知らない状況 で、うん、でそれをちょっとずつ知っていって、で、まあ、10月ぐらいから会社のイベントだったり説明会そういうのに参加していって、冬のインターンシップに、まあ、いくつか申し込んだっていう状態です。なるほどね、はい、でも一般的だと思うけどね、はい、秋冬ぐらいね。結構仲がいい友達が6月ぐらいからかなりしっかり、うん、あの就活を始めてたんで、いろいろな情報を聞いてたら自分はかなり遅れてるんだなっていう認識があったんで、かなり焦って慌てて始めました。サークルの人とか周りの友人がどのくらいやってるってなんか若干普段の話題に比べると出しづらいじゃないですか。出しづらい。だからなるべく話したくないよね。そうね、うん、自分だけ頑張ってるみたいになっちゃうのも嫌だし、ナイーブよね。ちょっとインスタのストーリーとかでさ見ても嫌だしね。嫌ですね。ちょっと親しい友達だけでも嫌じゃない。嫌です、ね、僕はあげなかったです。例えば受かったとしても、うん、あ、でもあ、やっちゃったな。やったみたいな、あ、もう本当に疲れたよみたいなストーリーは出しました。それはせいでしたね。いい成績。やっぱインターンで今日なんか優秀賞取りました、うん、あのとか見るとちょっとショック受けたりとか、自分だけやってないんだなみたいな。めちゃめちゃわかる。出したい人の気持ちもめっちゃわかるけど。いや、わかりますよ。やっぱその人は絶対全然悪くないし、うん、まあ頑張ってることをちゃんとアピールするな。そうね、うん、でも全然悪くないけどクソーって思う時はあるよ。いや、ありますね。SNS の付き合い方どうしてますか？就活に関するやつ見たりしますか？めちゃくちゃ見ます、はい、見るんだ。どういう感じで SNS とは付き合ってるんですか？私はそんな誰々が内定取ったとかでもあんま一喜一憂しないタイプで、いいね。でも結構面接とかの動画見ると自分が面接の前日だったりするので、その息が、うん、止まりそうになったりすることもあるんですけど、申し訳ない気持ち。いや全然大丈夫、参考にするんで全然大丈夫なんですけど。でも逆になんか LINE のオープンチャット機能あるじゃないですか。あるある。あれで私はあれやばいよね。金融関係志望なんでそこ入るとすごいみんなエントリーしてるんで、自分が一番やってないんじゃないかっていう状況に落とし込まれて頑張ろうってなります。なるんだ。匿名なんでその自分の言ってることに対してあんま責任を持たなくて、ね、いや本当本当言いたい方で人間の生 の、 その承認欲求とか周りにアピールしたいみたいなところが出ちゃってるんですよ。なんとか全通ですか？全通って全部通るっていう意味で、エントリーシートを出して通った時にこれって僕だけじゃなくて他の人も通ってますよね、全通ですよねっていうのマウントを取るっていうのがありました。でもそんなもん社会に出たら一人も関係ないけどね。本当に自分はちょっと使ってなくて今いろいろしている状況です。やらない方がいいと思う。あ、本当ですか？でも今の聞いてたらなんかやらない方がいいのかなって感じました。なんかさ、あれオープンチャット入ってたら普通の友達からの LINE 入れなくなる。あれ通知が本当におかしいです、おかしいよね。なんか700件とか来てて僕もたくさん入って、で興味のない業界のは全部退会して、うん、で自分の興味のある業界 1,2 個ぐらいの入ったんですけど、でもそれも全部999なんです。すごい。でもう LINE の通知ごちゃ混ぜになっちゃうんでちょっと設定変えて、その公式アカウントとかオープンチャットのタブとリア友のタブを分けて、そんなことできるよ。すごい。それぐらいにしないとメンタルがちょっと問題です。そうよね、あんなも見なくていいよ。
SNS とか他は何使ってますか？就活アカウントとか持ってたりする？私はツイッターを持ってます。おー、で、見ていい？恥ずかしい、あんま見ないでください。見る前に見られたら嫌だ。イエス通過率上がってきた。やだ。わーいとかね。竹口じゃないですね。不安の解消。でも私ほとんどなんか学生とかフォローしてるんじゃなくて、うん、就活の情報発信するアカウントみたいなのを見て、そこの人がなんかこの会社の株主はこういうことを狙ってるよみたいな、そういう情報を。悲しいのそれ。面白いね。じゃあツイッターの就活アカウントはおすすめですか？しないです。もうしないで。僕ツイッター追廃なんで結構そういう印象。追廃なんだ。追廃です。でもやっぱり玉石混交で9割1局でっていう感じがします、うん、ちょっと気になるよね。ツイッターとかさ見出したら終わらないですね。気になるからめっちゃ有益な情報とかあんまないくない？言うてあんまないですね。自分の行動に実際に反映される情報じゃないとあんま価値ないっていう意味で言うと、うん、あんまりないかなって思います。じゃあ結構みんな SNS は日常的に使ってるっていうやつ習慣だよね。そうですね、はい。今の大体の1日の過ごし方、就活じゃなくてもいいんですけど、大体こんな感じのスケジュールで生活してますっていうのは教えてください。私は就活始めてから大体朝8時半には最低でも起きるんで、うん、エントリーシートは1日に2社ぐらい書いてます。すごいね。で1日2社とかってさ、気狂いそうにならない？ここだけの話、すごい参加してくれない学生が多いとかだとすごいストレスかかります、はい、やってよかったなっていうところを。ぶっちゃけ今就活何社ぐらい申し込んでて何社ぐらい持ってるのかなって